ロシアとウクライナによる2回目の停戦交渉が行われ戦闘地域から民間人を退避させる間一時的に交戦を停止することで合意しましたただウクライナ側は期待した成果は得られなかったとしていますベラルーシとポーランドとの国境付近で3日行われた停戦交渉で両国は戦闘地域から民間人を退避させるため人道回廊を設置し 退避させる間は交戦を停止することで合意しましたロシア代表団は交渉に実質的な進展があったとしています一方ウクライナ代表団は期待していた成果は得られなかったとした上で対話を継続することで合意し3回目の交渉を来週初めにベラルーシで行うことを明らかにしました交渉に先立ってロシアのプーチン大統領は ウクライナの非武装化を達成するためロシア軍が軍事作戦を完遂すると強調しました一方ウクライナのゼレンスキー大統領はプーチン大統領との直接会談がこの戦争を止める唯一の方法だと強調しましたこちらはモスクワでアップル製品が買えるお店なのですがこういった店舗で,です、ね、アップルがもう輸出取引を停止したためこれから在庫がなくなり次第買えなくなる可能性があります こうした中、ロシアでの製品の販売を停止したアップルに加えナイキもロシア語サイトで一時的に商品購入ができなくなるなど欧米企業によるロシアからの撤退が進んでいます。